ナグハマディ社本、ナグハマディ社本、ナグハマディ社本、あるいはナグハマディ文書、ナグハマディ文書、とは1945年に上エジプトケナ県の、より正確には、ナグーアルイコールハムマーディ村の近くで見つかった初期、キリスト教文書のことである。ナグハマディ社本は、20世紀最大の考古学的発見に数えられており、事実、初期キリスト教の研究を、飛躍的に進展させた。 ナグハマディ写本は古代キリスト教を知るための原資料としては司会写本に次ぐ重要性を持つとみなされている。写本はノーフムハマンドアリーアスサーマン、モハンメド、リーアルサンマーンが偶然途中から掘り出したことで発見された。発見時、文書は壺に収められ、羊の皮でカバーされたコーデックス、冊子状の写本の状態であった。 ナグハマディ写本は全部で13冊からなっている。より正確に言うと、12冊の写本と8枚の断片からなっており、後者は13冊目の写本から破られたものと6冊目の裏表紙に挟まれていたものである。写本の多くは、グノーシス主義の教えに関するものであるが、グノーシス主義だけでなく、ヘルメス思想に分類される写本やプラトンの国家の省略も含まれている。 ナグハマディ写本研究の第一人者、ジェームズ・ M ・ロビンソンによる英訳ナグハマディ文書の解説によると、本写本はエジプトの修道士が始めた修道士共同体、後世の修道院に相当するに所蔵されていたのかも知れないという。写本はコプト語で書かれているが、ギリシャ語から翻訳されたものがほとんどであると考えられている。写本の中で最も有名なものは、 新約聖書外典であるトマスによる福音書である同福音書の完全な写本はナグハマディ写本が唯一。調査によってナグハマディ写本に含まれるイエスの五六が1898年に発見されたオクシリンコスパピルスの内容と共通することがわかっている。そしてこのイエスの五六は初期キリスト教において盛んに引用されたものと同じであるとみなされる。 写本が作られた時期に関してはほとんど議論の余地がなく、西暦350年から400年の間と推定されている。この年代はカートナージやコプト語の時代から決定できる。写本が途中に埋められたのは4世紀よりも以前である。一方、写本に収録された各編の原本の成立時期については異論があり確定できていない。ナグハマデ文書そのものは、 カイロノに所蔵されている。ナグハマディ社本の発見以前、少数の例外を除くと、キリスト教グノーシス派由来の直接的な文献は、ほとんど発見されていなかった。そのため、グノーシス派に関する研究は、反異端の立場からグノーシス派を非難した、古代の正統教会の恐怖たちが残した文献に、頼らざるを得なかった。ナグハマディ社本は、 古代キリスト教の遺端としては最初で最大の勢力だったキリスト教具のオシス派の原資料にあたり、キリスト教具のオシス派の教理、神話論などを正当協会の偏見を通さずに知ることができることから重要な写本である。ナグハマリ写本が発見された経緯について最初に調査したのはフランス人古代オリエント学者ジャンドレス、ジーンドレッセで1950年1月のことである。 この時の結果は1960年に、ナグハマディ文書の発見、キリスト教の基盤を揺るがす現地調査の記録として出版された。ドレスの調査した時期は、写本が発見されてから5年しか経っておらず、写本発見に関する、証人たちの証言内容は信頼できるものだったと、言うが、ドレスは厳密に言えば、コピト学の専門家ではなかったことから、J.M. ロビンソンは、 その調査結果に不満足だった。そこでロビンソンは1970年代初めに数ヶ月にわたって調査を実施し、その結果をまとめてファクシミリ版、ナグハマディ文書の最終巻の序文で公表した。ロビンソンによる調査結果の概要は以下の通りである。ただし、ロドルフ・カッセル、スイスのコプト学の大一人者、マルチン・クラウス、 ドイツミュンスター大学の著名なコプト学者らのように、ロビンソンによる調査内容に対して批判的なものも存在することにも留意する必要がある。カッセルは、エジプトの農民は報酬を得ようとして話をでっち上げる傾向があり、地元住民にとって何の重要性もない、取るに足らない出来事を発見から何十年も経っているのに詳しく覚えているのは不自然であると批判している。 文書発見の経緯は、アラブ人農夫ムハマンド・アリー・アッサーマンが偶然、途中から壺を掘り出したことに遡る。1945年12月、ムハマンドは、弟のカリファ、コリーファと共にラクダに乗って、ジャバル・アッター・リフ、ジャブル・アル・トリフの南側へ出かけた。ジャバル・アッター・リフは、ナイル峡国の他壁を加減として、北側に連なる、石灰岩からなる、山岳地帯で、 その南斜面には150以上のホラー穴が蜜蜂の巣のように開いている。これらのホラー穴はもともとは自然にできたものだったが、すでに第六王朝の時期には中をくり抜き彩色を施して墓所として使っていた。この地方ではサバスサ、硝酸塩を含んだ難度をジャバルアッターリーフから掘り出して肥料として使っていた。ムハマンドが ジャバルアッターリーフからの落石と思われる巨大な石の周りを掘ってサバスサを採取していたところ、クワの先に何かが当たった。掘り下げてみると、四つの取っ手がついた、高さが一メートルもある素焼きの壺が現れた。この壺が出てきた場所は、ジャバルアッターリーフの麓の第六王朝時代の墓地屋と、ケノポスキオンからほぼ真北に約三十キロメートル北上した付近から東に約一キロメートル、 離れた場所である。当初、ムハマンドは壺を割ることをためらっていた。ムハマンドの証言によると、中に、ジンが入っているのではないかと恐れたからである。しかし、金が入っているかもしれないと思い直して、クワでツボを割ってみた。壺の中から出てきたのは十三冊の本で、パピルスでできており皮で想定されていた。ムハマンドはその本を服でくるんでから肩にかけて、家に持ち帰った。 この本が現在ナグハマディ写本と呼ばれているものである。ムハマンドは持ち帰った後本をばらして、かまどの隣に敷いてあった藁の上に置いた。これらの写本は、最終的にはすべてコプト博物館の収蔵品になったが、そこに至った経緯は複雑である。この発見の半年前の1945年5月7日の夜に、二人の兄弟の父親あり、 畑の考えの夜景の仕事をしていたが、見回り中に一人の泥棒を殺した。アリーはその仕返しを受けて翌朝までに殺された。この事件が、後のナグハマディ写本の運命と関係してくる。ムハマンドが写本を発見した一ヶ月後、家の近くの道端で日中の暑さで眠りこけている男がいた。隣人がこの男を見かけると、男を指さして、ムハマンドに、 お前の父親を殺したのはこの男だ、と言った。この男は、アーマド・イスマイル、アフマド・エスマイールという名で、警官・イスマイル・フセインの息子だった。アーマドは、ハワラ族で、父親は、あるかする、あるケイザー村の外からやってきた人物だったので、村では阻害されていた。ムハンマドは、家に駆け込むと兄弟と母親にこのことを告げた。アーマドを捕まえると、一家で、 アーマドの手足を徐々に切り刻み、心臓をえぐり出して、全員で貪り食い、地の復讐を行った。ハワラ族は、ジャバルアッターリーフの麓に村を作って住んでいたので、復讐されることを恐れて、この後ムハマンドはツボを見つけた場所に近づこうとは、しなかった。後に、ムハマンドを説得して、ツボを発見した場所まで案内させたのだが、そのためには、変装をさせ、政府の護衛をつけ、 さらに金品を見返りに与えねばならなかった。アーマドが殺されたことを、あるかする村の住人は喜び、警察の捜査でも目撃者が証言しようとは、しなかったが、警察は、ムハマンドに目をつけ、毎日夕方になると殺害に使った武器が、見つからないかと家にやってくるようになった。ムハマンドは、写本が、警察に見つかることを恐れた。壺から発見された本が、 コプト語で書かれていたことから、キリスト教のものであると言われたムハマンドは、村のコプト教の司祭、アックンムスバシリウス、アブドアマシー、アル、クマスボシリース、アブットアルマシーに相談して、これらの本のうち1、2冊を、司祭の家で預かってもらえないかと頼んだ。なお、別の文献の説明では、村を離れることになった時に司祭に文章を託したことになっている。 バシリウスは結婚しており、義兄のラジブ・アンド・ラウス、ラグヒブ・アンド・ロースが、コピト協会の学校で英語と歴史を教えていた。村々を巡回して、生徒たちに教えており、あるカスル村にやってきて、バシリウスの妻の家に泊まった時に、バシリウスは現在コーデックス・ E と呼ばれている写本を見せた。その価値に気づいたラジブは司祭を説得して、写本のうち一冊を手に入れ、 カイロへ持って行き、友人でコプト語に興味を持っていた医者ジョージソビーがジソビに見せた。コーデックス E を300ポンドで買い取ることで話はまとまったが、支払いは遅れに遅れた。最終的にはラジブに250ポンド、コプト博物館へ50ポンド寄付することで決着がつき、コーデックス E はコプト博物館に収蔵されることになった。 収蔵されたのは1946年10月4日のことである。13冊ある写本の中で最も早くコップと博物館に収められたのがこのコーデックス E である。一方、無価値だと思ったか、もしくは災いを招くと思ったかして、ムハマンドの母親は写本の一部をバラと一緒に焚き付けとして、かまどで燃やしてしまった。現在わずかの断片しか残っていないことから、 コーデックス G が燃やされたものと見られる。また、中には捨ててしまったものもあった。コーデックス E 以外の写本は、近隣の文網のムスリムとの物々交換に、使われたり、二束三分で買われたりしていった。写本を手に入れた者の一人が、ナシドバサダ、ナシドベサダで、ナグハマでの金商人と測って、カイロで写本を売り、大金を山分けした。また、伝えられるところでは、 ある穀物商、アルカバルの複数の村人によると、フィクリー・ジャバラ・イル、フィクリー・ジャバラ・イールのことだというが別の写本を手に入れて、カイロで売り、手に入れた代金で、カイロに店を構えたとも言われている。この話はよく知られているらしいが、フィクリー自身は断固として、関与を否定している。いるいととい写本の大部分を手に,手に入れたのは、バヒジ、アリ、ベハイチリーで、 あるかする村のならず者だった。この地方では有名だった古物商と一緒にカイロに行き、まずシェファードホテルのマンスーアの店に行き、次にカイロ在住のベルギー人古物収集家補強ンジェータノ、ファクションジェータノの店で売った。カノはすべて買い取り、また、ナグハマディにまで出かけて残っている写本をすべて入手した。一方、コプト博物館長、当時の東ゴミな、 当後皆はタノが写本を買い取ったことを聞きつけて、国外流出はさせない、写本はすべて博物館に売れと説得した。1948年、エジプト校教育省はタノと交渉して、写本を買い取り国ト博物館に収納しようとしていた。しかし、タノは、写本は、カイロ在住のイタリア人収集家だったありのもので、あると主張して、政府の介入を避けようとした。 国外流出を防止するために、エジプト広告最高評議会、広告最高評議会の前身はダッターアリ所有の写本を摂取した。写本は1948年にコプト博物館に保管された。ダッターアリは対価として10万ポンドを要求したが、政府は一切支払わなかった。そのため、所有権がどちらにあるのか、エジプト政府とダッターアリの間で裁判沙汰となり、 1952年まで争われた。裁判は政府側の勝訴に終わった。ナセルが大統領になってからは4000ポンドの形ばかりの大化とともに、写本は国有化され、最終的にコプト博物館の所有物になった。この段階でコーデックスアイを除く写本がコプト博物館に収納された。コーデックスアイの大半は、 カイロ在住のベルギー人古物商のアルベール・エード、アルバート・イードを通じてエジプト国外に流出した。1949年、エードは政府の介入を恐れ、大量の輸出品の中に写本を紛れ込ませてアメリカへ密輸出した。同年、エードはニューヨークで2万2千ポンドで売却しようとしたが、失敗した。エジプト政府が売却に反発することを顧客が、 恐れたのが失敗した理由らしい。エイドはベルギーに戻り、写本をパスワード付きの保管箱にしまい込んだ。その後、アンアーボール、アンナーバーでこれらを売却しようとしたが同様に失敗した。また、パリでも売却しようとしたが、こちらも失敗している。エジプト政府はエイドを、考古物の密輸出の罪で訴追し、6000ポンドの罰金刑の判決が出たが、判決前にエイドは亡くなった。 一方、エイドの未亡人は秘密裏に写本を売却しようとしていた。古代キリスト教師やのジーク・クイスペル、ユトレヒト大学教授、当時によると、自身はこの写本が密輸出されたものだとは知らなかったとのことだが、ユング研究所を説得して、写本を購入するように急がせた。写本は、1952年5月10日になって、エイドの未亡人からクイスペルを返して、 修理費のユング研究所の手に渡った。これらは誕生日祝いのプレゼントとして研究所からユングへ送られたため、コーデックス愛の整理番号が付けられるまではユングコーデックスと呼ばれていた。ユングコーデックスは1956年から1975年にかけて6巻にわたって出版された。1961年にユングが亡くなると、 写本の扱いをめぐって議論が起こったが、少しずつエジプトに返却されていき、最終的にユネスコが買い取って1975年にユングコーデックスのすべてがコプト博物館に収蔵された。こうして1945年の発見以来、30年ぶりにカイロにすべての写本が揃うことになった。写本の総ページ数は1000ページにも及ぶ。 ナグハマリ社本の中で最初に世間に公表されたのはコーデックス E の一部である。コプト博物館の研究員、当時だったジャンドレスは1947年にコーデックス E に含まれるエジプト人福音書を解読し、翌1948年にその内容を学会誌に公表した。また、ユングコーデックスには失われたページがあることに気づいたクイスペルは、 1955年の春にエジプトに飛んでコプト博物館にそれらのページがないかどうかを調べた。博物館から写本の写真を借り受けてからすぐにカイロのホテルに戻ってクイスペルは解読を始めた。この時に発見したのがコーデックス E に含まれていたトマスによる福音書である。トマスによる福音書の断片は1890年代に ギリシア語版が発見されていたが、福音書全体が発見されたのは、これが初めてだった。ドレスとクイスペルは、トマスによる福音書を含むナグハマディ写本の一部を、学会誌に発表したり、新聞史上で紹介し世界のジャーナリズムに、センセーションを巻き起こした。1956年、カイロで、ユングコーデックスに含まれる写本の一部が、初めて翻訳、出版された。 また、一部のコーデックスがコプト博物館長パホル・ラビブによってファクシミリ版で出版された。そのうち最初のものはコーデックス E で同様に1956年のことである。しかし、エジプトの政治状況が不安定だったため、その後のファクシミリ版の出版は父として進まなかった。また出版されたファクシミリ版も、 写真技術が劣っていて不鮮明な部分が多いという欠点があった。1966年にイタリアのメッシーノでグノーシス主義の研究者たちによるシンポジウム第1回グノーシス主義をめぐる国際集会が開かれ、そこでグノーシス主義の研究のためにナグハマディ写本及びそこに含まれる全文書の刊行と早急に公開することを求めるアピールを公表。 同時に、そのための資金援助を全参加者の名でユネスコに要請した。シンポジウムのまとめ役だった研究者のジェームズ・ロビンソンは、アメリカのクレアモント大学キリスト教研究所の協力を得て、ナグハマディ社本の英訳の出版を推し進めることになった。1970年には、ユネスコとエジプト政府の文化庁によって共同で、 ナグハマディ社本ファクシミリ版観光国際委員会が編成され委員長にロビンソンが選ばれた。同時に待望のコーデックスアイからサーティンまでのファクシミリ版が1972年から1977年にかけて徐々に出版。1979年にはカートナージのファクシミリ版。1984年に全館の外説がオランダ、ライデンのイージェブリル。 E.J. ブリルによって出版された。ファクシミリ版の出版によって、各言語への翻訳が本格化した。ロビンソンは1977年にブリルとアメリカの出版社、ハーパーローの共同出版という形で、英語版を出版。1981年から1984年にかけてペーパーバック版も出版された。 最終的に1988年に肯定版が出版された。1987年には、エール大学のによっても英語版、ザナスティックスクリプチャース、エーニュートランスレーションウィズアナトーシャンズ、ガーデンシティ、ダブルデイシーオー、1987が出版されている。日本語版は、写本の大部分が1997年から1998年にかけて、 アライコン、小林ミノルラの手によって、岩波書店から、ナグハマデ文書全4巻として出版された。岩波書店のナグハマデ文書には、クノーシス主義に属さない文書やギリシア哲学の影響を受けたものなどが含まれていないが、それらの未役だった文書は2010年に、クノーシスの変容と題して、同じく岩波書店から出版され、これによって日本語訳が完了した。ただし、プラトンの 国家の日本語訳を含まない。ナグハマディシ社本には、全部で五十二編の作品が収められているが、そのうちの六編は同じものを写したものである。ヨハネのアポクリフォン、E1 と E1、41、エジプト人の福音書、E2 と42、聖なるエウグノストスの手紙、E3 と V1、真理の福音、I1 と G2、後者は断片。 この世の起源について、いいこと、サーティに、後者は断片が重複している。また、写本が発見される以前に、オリジナルのギリシア語版、プラトンの国家、バイゴ、感謝の祈り、バイナ,ナ、セクストスの禁言、G1 が発見されていたり、ラテン語訳、アスクレビオス21から29、バイハチヤコプト語訳、ヨハネのアポクリフォン、E1、イエスキリストの知恵、 いい読んで見つかっていたものもある。このうちコプト語訳の2編は、ベルリン写本と呼ばれるパピルスに書かれていた。従って、写本の発見によって新たに知られるようになった作品は全部で40編である。このうちの3編は、実際には、ナグハマディ写本発見以前に断片の形で見つかっていた。トマスによる、福音書、e 2がギリシア語で、この世の起源について、e 5、 シルバノスの教え、バイ4は、コプト語版で発見されていたが、それは、ナグハマディ写本が発見された後に同定されたもので、ある。以下が、ナグハマディ文書の詳細である。題名の日本語訳は、アライコン、トマスによる、福音書、1994に従った。コーデックスアイは、4世紀の第に四半世紀に筆写されたものと推定されている。コデックス E は、 4世紀半ばに筆写されたものと推定されている。コーデックス E は4世紀から5世紀にかけて筆写されたものと推定されている。コーデックス4は3世紀末から4世紀初めにかけて筆写されたものと推定されている。コーデックス V は4世紀半ばに筆写されたと推定されている。コーデックス V は4世紀前半に筆写されたと推定されている。 コーデックスバイの作成時期はカートナージの分析から4世紀半ば以降であることが分かっている。同様にカートナージの分析からコーデックスバイはパコミオス修道院で作成されたものとみられる。コーデックス9は4世紀前半に筆写されたと推定されている。コーデックス X は4世紀半ばに筆写されたと推定されている。コーデックスクサイは 4世紀前半に筆写されたと推定されている。コーデックス G は4世紀前半に筆写されたと推定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。